アルダシール一世、アルダシール一世、アーダシア、241年は、サーサーン・アサ、ペルシア帝国の初代君主、シャーハーン・シャーエ・スイチェンソ、在位、226年から240年、生前に上位、アルデシール一世とも、サーサーンの孫にあたる。中期ペルシア語では、アルダフシール、ロースッセル、アーダ・カイサーといい、アラビア語、 近世ペルシア語資料では、アーダシアと表記された。後世のペルシア語文献では、アーダシア・アイ・バーバカーンと呼ばれているが、これは中期ペルシア語で、パーパグの、コ・アルダ・フ・シールを意味するアーダ・カイサー・パーパガーンの近世ペルシア語系である。通常、アルダ・シール一世が、初代君主として扱われるが、サーサン朝自体は、パーパグのエスタ・フルキギが、王朝の始まりと捉え、改装。 パーパグと考えていた可能性が高いことには注意が必要である。アルダシールの父、パーパグ、または、は、アルサケスアサ、パルティア、アルシャクアサ共に複属していた、いわゆるペルシス王国、ゲンファールス州の君主で、その半とは、ファールス地方からケルマーン地方までまたがり、西隣のエリマイス王国やアルメニアをしのぐ、アルサケスアサパルティア従属下の勢力としては、 最大の規模を誇っていた。アッパース朝時代の歴史家タバリーによると、アルダシール地震ファールス地方の主要都市の一つ、ゲンシーラーズの郊外にあったティールディフで誕生したという。バーバクとその父サーサーンは、アルサキスアサ、パルティア末期の混乱で次第に勢力を拡大し、ファールス地方の領主の娘と婚姻し、ついでギフの一族を廃して、所領を奪取したと伝えられる。やがて、 パルティアをアルタバヌス4世と対立し、廃止した。アルダシールは、イスタフルのアナーヒター神殿の好位神官であり、バーバク、兄、シャープフル、在222年の地位を受け継ぎ、一説には兄に、謀反を起こしてその地位を奪ったという、ファールスの君主となり、周辺のケルマーン、イスファハーン方面まで勢力を伸ばした。 本拠をイスタフル南方のアルダシール・ファダフに移して交戦。アルタバヌス4世が他地域での反乱で転戦している。うちに力を蓄える。そしてついに224年に出破って王国の取得手資本を陥落させた。その後パルティアの西部を次々と併存し、クルド人とぶつかる。これは、に記されている。そこには、クルド王、マディーク、マディグとの戦いが、 パフラビー号で記されている。そして226年、ペルシアを中心に、唯一の、そして最高位のオリエントの支配者として、エーラーンの章の王、シャーハーンシャーという君主号を名乗った。この時、祖父のサーサーンの名を取って、サーサーン・アサと名付けたのである。これによって400年続いたアルサケス朝の時代が、終わり、400年続くサーサーン朝の時代の始まりとなる。 西部の領土拡張においては226年から233年までローマ帝国との対立、時の皇帝アレクサンデルセベルス帝に敗れたことが象徴するようにここまでとなる。しかし東部や北部などにおいては成功を収め、シスターン・ゴーガン・ホラーサーン・マルジアナ・バクトラ、ホラズム・バハレーン・モースルの諸州をサーサーン・アサの支配下に置いた。さらにクシャーン・トゥーラーン、に、 総試験を認めさせた。ハトラ・アルメニア王国、アディアバネについてはほとんど効果を上げることはできなかった。アルダシール一世の後は、このシャープール一世が継いだ。シャーハンシャーという称号を単純に皇帝という言葉に当てはめるのは正しくない。ローマのエンペラーとも、中国の皇帝とも、その成り立ち、経緯が全く違うものである。 さらに皇帝という称号は千年単位にわたって使用され続け、その意味合いは時代、地域によって全く違った意味を持つこともあるからである。ここでシャーハンシャーという君主号の性質を検討すると、ペルシアエーラーンの意味合いが強い君主号であり、アケメネス朝、ペルシアにおいて使われた称号である。これがサーサーン朝において復活する。 同じファールース出身の国家というアイデンティティの協調、その当時の考え方として、同じ血統、近い文化観を共有することの協調などなど、様々な要素考えられるだろう。しかし最も考慮すべきなのは、アルダシールがアナーヒター神殿の神官であること、単純な軍事階級、貴族階級を背景にして勃興してきたのではなく、その国家システムにおいて、 宗教的な側面を予算階級が強いということである。青木県は、サーサーアン・アサの君主はある。主の神官としての特別な訓練を幼少期に重ねること、神官としての側面が重要視されることから、サーサーアン・アサの君主について、神官皇帝という表現を用いている。歴史学者、アーサー・クリステンセンによると、 パルティアとは二つの大きな面で決定的な違いがあると主張する。政治的中央集権主義とゾロアスター教の国家的バックアップである。宗教政策が中央集権化と強く結びついていた。ここでもゾロアスター教という確固たる宗教が先にあったと考えるべきではない。ゾロアスターという人物が紀元前12世紀頃の人物であり、 新官団がゾロアスターとは全く関係がない目である国部族のマゴス部族を起源とするマゴス新官であるということから同じゾロアスター教といってもその教義や教団の性質は時代によって変遷していくものであるということを忘れてはならない。つまりサーサーン長期のゾロアスター教は著しく国家政策の影響を受けたということである。前述の通り一つの宗教及び宗教組織が 国家組織と協力に結びつくというのは、サーサーアン・アサの特徴でり、アケメネス朝やパルティアとは、決定的に違う点である。軍事的観点から細かい州、軍に分割し、中央からコントロールしやすい制度になった。影響力の強い貴族の領地は削減された。地方の支配階級にはシャアを名乗ることが許され、サーサーアン・アサの君主はそのシャアを封じる役割を持った。 封建的な観点で言えば、まさしく王を認じる皇帝であった。地方の反乱に対抗するためにも、シャアという権威が必要だったためである。王家の血筋を引く者は国内に分散されて、封じられた。かつて放射区僧だった貴族たちは、小崎実りを抱える、少量主として、軍事奉仕義務を負った、下級貴族となった。彼ら下級貴族には、エリート騎馬隊に昇格する教育の機会が、 与えられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。